さんこんばんは。日曜スペシャル第1弾みんながよく知っているとっても簡単で楽しい曲をお届けいたしまんもす。良い子の皆さん、指番号を覚えて楽しく曲のイメージを持ってちょんまげ。指番号を覚えるととっても楽ちん、ああ楽ちん。それではみんながよく知っている曲をお届けいたしマンモス。
したり、先生の真似をして、そうで匂いがするな。猫たちも蝶々を狙って捕まえてやろうかな。なんか美味しい匂いがするな。猫にまたたり、猫に家族し、馬に人参、猫に小馬の耳、ロバの耳は王様の耳。絵やイラストから曲のイメージを持って、楽しく先生の真似をして歌を弾く。これであなたも絶対音感がつくの間違いなしよ。先生の真似をして歌を弾く。これで幼少期に絶対音感というのが身につくのであると。先生もいろんな曲を弾いていますが、日頃聴いたことのあるテーマ曲を耳でコピーして弾けるようになるのである。楽しいにゃ。ワンワンワン、ピョンピョンピョン。
を取り出す時のテーマ。なくても弾けるようになるのである。それではまた。